グルメサイトを運営するぐるなびが飲食店関係者向けに SNS で集客力アップを目指すインスタ活用講座を開催しました。インスタグラム活用講座には飲食店の経営者などおよそ50人が参加し、フォロワーの獲得が期待できるお店のプロフィールページの作り方について説明がありました。メニューを開発する際はインスタ映えするかを意識したり、写真撮影が上手なユーザーを見つけて参考にすることも SNS を使って集客力をアップさせるためには重要だということです。ぐるなびによりますと、国内でのインスタグラムの月間利用者数は2000万人を超えていて、口コミサイトだけでなく SNS を頼りに飲食店を決める人が増えてきているということです。